日本の内閣総理大臣、野田義彦でございます。明日の日系の一面は、政局ではなく、この話になるように頑張りたいと思います。<laughs> リー・クアンユ、シンガポール元首相、マハティール、マレーシア元首相、並びにご列席の皆様、本日はアジア太平洋の世紀の確かな位置づを築いてこられた偉大なる大先輩。 そして各国の政治経済の中枢を担っていらっしゃるまさに当事者の皆様を前にしてアジアの未来と日本の役割についてお話をさせていただく機会を頂戴をし大変光栄に存じますまず初めに昨年の東日本大震災に際して我が国にお寄せをいただきました皆様の温かいご支援と 励まましししに対し改めて御礼を申し上げます震災から1年余りを経て被災地の復旧・復興は道半ばではありますが明るい兆しも見えてまいりましたその一つの表れは被災地の海にあります津波で破壊された東北沿岸部の港湾での貨物の取り扱い量はすでに 震災前の水準に戻りました。また、地域の基幹産業である漁業についても、宮城県の漁港の水揚げは、金額ベースで震災前の8割程度にまで回復をしております。日本経済全体も、震災直後こそ、製造業のサプライチェーンに支障が生じて大きな影響を受けましたが、復興需要にも、 支えられて力強い回復を遂げており先に発表された直近の四半期の GDP は年率4.1%の高い伸びを示すまでになっております震災直後に導入された日本産品への規制や日本への渡航制限についても多くの国で措置の緩和や 撤廃が進いました未だ規制が残る国におかれましても、最新の状況を踏まえた見直しや緩和が進んでいくことを強く期待をしております。さて、アジアの未来に思いを馳せるにあたって、まず、アジアに住む私たちは、長い文明の歴史の上で、類いまれなる幸運のもとに生まれているということを、 確認をしたいいと思います人類の文明はその発祥以来西回りでその重心を移してきました黄河インダスメソポタミアエジプトに発祥した文明はギリシャやローマを経てヨーロッパで大きく花開き大英帝国の時代の後に アメリカ中心の20世紀を迎えましたそのアメリカも西側の太平洋へと軸足を向けアジア太平洋の世紀が今本格的に幕を開けようとしておりますアジア太平洋の世紀の最大の特徴はかつてない規模での豊かさの増大にあります最新の 予測によれば、5年後にはアジア新興諸国の GDP は20兆ドルに達し、米国や EU と並ぶ巨大経済圏になると見込まれております。21世紀初頭はわずか2.5兆ドル程度であったことを考えますと、その成長力は驚異的であります。豊かさは中間層の 爆発的な拡大を生んでいきます今後10年間の間に10億人を超える新たな中間層が生まれその旺盛な購買力が生み出す好循環はこれからの世界経済を動かす巨大なエンジンとなることは間違いございませんしかしこうした豊かさが一人一人に広がっていくアジアという バラ色の未来図は待っていれば、自動的に実現できるほど単純なものではありません。繁栄を現実のものとするためには、行く手に潜んでいるさまざまなリスクに対する備えが欠かせません。それでは、私たちはいかなるリスクを念頭に置き、どのような備えを用意しておくべきなのでしょうか。 その手がかりは、東日本大震災から1年余りを経た、日本が抱える数々の課題の中にあります。大震災からの復興、原発事故後のエネルギー政策の再構築、成熟する、失礼、疲弊する中間層の立て直し、そして世界最高速で進む少子高齢化への対処。 私はこうした難題に立ち向かい一つ一つ解決策を見出していくという使命を負っておりますこうした問題は精緻に眺めれば10年先20年先を見渡した際にいずれの国も向き合わなければならないアジア共通の課題を含んでいることにすでに多くの方がお気づきではないかと思います 自然の脅威は日本においてすら決して侮れるものではなく多くの人たちから住み慣れたふるさとの平穏な暮らしを奪いました災害多発地帯であるアジアにおいては東日本大震災の教訓に学び災害に強いまちづくりを目指していかなければなりません世界最大の化石燃料消費地域であるアジアは 資源多少費の従来型成長を続ける限り、早晩、資源、エネルギー面での制約が成長の限界となる事態に直面します。低炭素成長の具体化を急がなければなりません。そして、リー・クアン元首相がかねてより警鐘を鳴らされている通り、社会の高齢化の波は2020年以降、確実に アアジアを覆っていきます高齢化がもたらす社会の歪みに早くから万全な備えをしておかなければなりません。こうしたリスクを封じ込めアジアは強靭な活力ある社会を維持していけるのでしょうか。日本はアジア全体の先行きを占う壮大な鏡でありアジアのどの国よりも早くこの挑戦に 立ち向かななければなりませんその典型となる挑戦が、社会保障と税の一体改革であります。戦後の日本は、国民皆保険、国民皆年金といった確かな社会保障制度に支えられた分厚い中間層の存在により、世界に類のない高度成長を達成しました。しかしかあまりにも 急速に少子高齢化が進み制度を持続可能とするため大きな手術がまったなしになっております少子高齢化社会到来はずいぶん前に予見されていましたが問題は半ば先送りされてまいりました私はこの改革を成し遂げることによって課題を先送りしない決断する政治の先鞭をつけたいと 考えております私は決断する政治の象徴的な課題だと考えるからこそ、この一体改革を最優先課題の一つとして掲げ、その実現に向けて全力を傾けているところでございます。この長年の宿題を日本が自ら解決し、確かな処方箋を示していかなければ、2020年以降、 日本を追いかけるように高齢化していく他のアジア諸国に対して同じ課題を残したままになってしまいますこの改革を必ずや実現して持続可能な高齢社会のアジアモデルを示していきたいと考えています豊かなアジアの未来を呼び込むためには各国それぞれの取り組みとともに 繁栄の共通基盤づくりに皆で汗をかかなければなりません。財政健全化と経済成長の両立は、繁栄の大前提となる課題です。特に人口構成が高齢化していけば、経済成長を促すための環境整備は、各国共通の課題として、今まで以上に意識されていくでありましょう。高いレベルでの 経済連携を目指したアジア太平洋自由貿易圏は、域内の経済成長を促す基盤として、より重要性を増すはずであります。その実現に向け、TPP 交渉参加に向けた関係国との協議を引き続き進めるとともに、先般の日中韓サミットで、年内の交渉開始につき一致した日中韓 FTA や、 ASEAN を中心とした東アジア地域の包括的な経済連携を並行的に追求をいたしますこれらの取り組みが相互に刺激し合い全てが活発化するというダイナミズムが働いていくことを期待をしているところでありますこのように我が国としては様々な場を活用して域内の貿易投資の ルールくりを主導し、議論を牽引したいと考えております。また、各国の先駆的な知見を集め、低炭素成長を加速させることも重要です。先月、東京で開催した東アジア低炭素成長パートナーシップ対話は、そのための先駆的な取り組みの一つです。省エネ先進国、日本として、この分野で引き続き、 指導的な役割を果たしてまいります。そして、繁栄を追求するためにも、地域全体の安定が欠かせません。そのために重要なのは、共通のルールに基づき、摩擦に対処していくという姿勢であります。域内のルールメイクの基盤となるのが、開放的な地域協力です。ASEAN との間で進めている、域内の連結性強化の、 取り組みはその一例でありこれを改革が進んでいるミャンマーを経て成長著しい南アジア地域までつなげることによってさらなる地域の発展が期待できますまた欧州発の金融危機がアジアに波及することを未然に防ぐためチェンマイイニシアチブを強化する具体策に合意したのも地域の安定に寄与する 重要な取りり組みであります我が国は今後とも東アジア首脳会議や APEC などさまざまな場を使って域内の秩序・ルール作りに重層的に取り組みアジア太平洋の安全保障を高め地域の安定に積極的な役割を果たしてまいります。私は明日沖縄に赴き第6回 太平洋島サミットを主催を催いたします太平洋ょ地域の平和と繁栄に向けた有意義な議論を行う考えであります。繁栄と安定に裏打ちされた確かなアジア太平洋の世紀を切り開いていくために各国がそれぞれの責任を果たしながら共に成し遂げていくべき課題は数多くあります。この アジアの未来に代表される知的交流の場は、そうした課題を再確認し、地域の協力を進展させるきっかけとなり得るものであります。関係者のご尽力に敬意を表しつつ、今後のますますの発展をお祈りして、私のスピーチを締めくくりさせていただきます。ありがとうございました。